マンチェスターユナイテッドのエリック・テン・ハフ監督は0対3で敗れたリバプール戦後、新加入 MF マヌエル・ウガルテについて、私はハリー・ポッターではないと話し、コンディション調整に時間を要する見込みだと説明した。マンチェスター、ユーは移籍史上の最終日にパリ SG からウガルテを獲得。ただ練習の合流は8月31日だった他登録が間に合わなかったという情報もあり、 一日のリバプール戦はメンバー外となった。その中でチームは痛恨の敗戦となった。スカイスポーツなどによれば試合後会見で、ウガルテの起用に関する質問が出たという。これに対して指揮官は、彼をチームに組み込まなければいけないが、時間がかかると返答。私はハリー・ポッターではないと独特の表現でなじませるために時間を要することを示すと数週間かかるだろうし。 1>, 1ヶ月最もウガルテはパリ SG でも今季の出場がないため、コンディションを上げる必要性がある。テンハフ監督は、彼がチームに貢献することは確かだと伝え、リバプール戦で新加入選手が3人先発入りしたことに触れながらチーム編成に焦りはないことを強調している。